一緒に。おっすー、はい、やんぞいやてかクソ強かったじゃん今日。いやこれチームです、これチームですチームめっちゃ強かった。うん、うまかった。うーん、なんかスキルさやっぱ難しいじゃん、使うの難しいね。何ピクした難しいんだけど、どっちもしかもめっちゃいいタイミングで使ってくれたんだよな。エーペックスはランクどこまでやったの？プラチナまで上げてもらったね、ワッチと奈良香さんに。どうだったプラチナランク？いやー強い、いやマジで本気でやってんだけど上がれんのよな。てかパーティーでもきついプラチナ。パーティーきついか、一応言うと配信してるよ。いや今なんか声色的にこいつ配信気づいてんのかなと思って今いや僕も一応カスタムの流れでさすがにリスナー入ってるっていうのは言ってるから大丈夫かと思ったけど、取り直すんかと思った。いやそう今いやこいつだいぶ気抜けてるなと思って今暴言吐かなくてよかったあーよかった、いや負けてなくてよかった今日。僕もよかった、なんかテンション、もうテンションなんか今日まだびっくりした、まだ気合入ってないなというかよしやるかぐらいの気持ちだったから、なんか相槌ハキハキしてんのかなって思って、いやそうだよ、なんかテンション上がったんかなって思ったら言ってて、はああぶねー、びっくりした、甘いびっくり。いや今なんか僕今日配信終わってないからさ、危ねえ、いや俺パブジでもう一回撮り直すんかと思ってそのままの枠でやってるってこと？あ、そう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 、でももう撮り直してやってるってこと？いやそのままでやってる、そのままでやってる。今日 CR も撮り直してるからあんまり一日に何回もあの配信の枠作るのよくなくて、だから危ねえ、俺グエルさんの悪口とか言い出すところだと思う。ないだろ今回グエルさん。いやないないない、グマジでよくやってくれてたよ今回グエルさん、マジ最高、マジでいい運営してたよ今回。危ねえ、よかったグエルさん、マジ神っす。危ねえ危ねえ怖えマジで。いや俺大会負けてたら俺多分ここで、うん、いやマジ味方ちょっと言ってたかもしんない、うん、全然やってけねえっすぜって言ってたかもしんない。おおびっくりした